です、今日はスリフトショップチャレンジというものをやりたくて、今からスリフトショップの方に行ってきます。で、内容としてはそこでフィルムカメラを購入して、そのカメラを使って写真を撮っていくというものになります。で、その写真を撮っている様子だったりも動画に収めておくので、その動画とフィルムカメラの現像された写真を織り交ぜて、動画を編集していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではご覧ください。こちら買ったやつなんですけど、モデル名ミノルタカピオス25、こちら発売が1995年3月、定価4万5000円のものです。じゃあ今からレンジとフィルムを入れていきます。コダックのウルトラマックス24枚目。
壊れました完全に壊れました。なんでとりあえず今コーヒー飲んで、買います。はい、最後までご覧いただき、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回ですね、まあ、動画に撮ってある通りこちらがですね途中で壊れてしまって、本来24枚撮れるはずだったんですけど16枚しか結局撮れていませんでした。ただこういう風に動画にできたので、まあ、良かったんじゃないかなっていう風に思います。まあ、今後こういった動画をどんどん出していくと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。